んにちは、サーヤです。今日はこちら購入品を紹介したいと思います。ジェラピケといつでもに行ってきたんですけど、いつでもから紹介しようかな。もうすぐ髪の毛をね変える予定があるので、ちょっとヘアアクセだったりとか、あと可愛いピアスがあったのでピアスも買ってきました。夏になるとこうポニーテールとかね、こうアップヘアが多くなると思うので、耳とかもね見えると思うので、可愛いピアスがちょっと欲しいなと思って、1個目が水色のこういうリング輪っかになってるピアス、すごく薄い水色のピアスです。見えるかな、耳にかけたりした時にもちょっと目立つ感じの大きめのリングですね。かわいい。そう、薄い水色でほんと夏っぽいんですよ。まあ、夏とかになるとねこういう大きいのつけたくなるんですけどこうかわいい。これ水色で、私水色のピアス持ってないかもしんない。ピンクとかそういう系がやっぱ多いから水色は初めてかも。続いてもちょっと大ぶりなピアスなんですが、こちらです。ハートのピアスです。可愛くないかって揺れるの。これもこのハートのこの部分がなんかシェルっていいのかな、夏っぽいね仕様になっててすごく可愛いんですよ。こうゆらゆらゆらって、さっきのと同じようなこういう夏っぽい柄ですね。可愛い、こうゆらゆら揺れる感じ。続いてがですね、私のピアスが左右で5個開いてるんですけど、5個セットのピアスですね。下がねパープルのお花で、上にもお花だね。これちょっと全部つけてみます。こんな感じ。ちょっと遠いとねあんまり目立たないんだけど、これ揺れるし、ここにもねお花があって、これはなんか普通のなんていうのストーンっぽい感じのやつなんだけど、かわいい。私これ5個セットって言ったけど6個セットだった、間違えちゃった5個セットじゃなかったわ。最後のやつだけ両方つけました。お花でさすごいかわいい。なんか私さっきまでちょっとなんかいかついやつつけてたからすごいかわいいです。離れてても若干見えるかな。ピアスはこの3種類を買ったんですけど、最初にも言ったんですけど髪をもうすぐちょっと変える予定があるので、それでヘアアクセを買ったんですけど、1つ目がですねお花のバレッタですね。パープルとピンクと白のお花のバレッタですね。このなんかお花のデザインがめちゃめちゃ可愛くて買いました。可愛いでしょ、キラキラしてんの。こうやってちょっとハーフアップにした時とかにこうやって後ろにバシって留めたら可愛いかなと思って買ってみました。今ちょっと適当にやってみるね。超適当にやったからめっちゃボサボサかもしれないんだけど、できてるかな。こんな感じですね。ここ例えばさクルリンパとかしてさ止めても可愛いよね。今ただこうやってピュって取ってきてパシって止めただけなんですけど、めっちゃボサボサな気がする。ヘアアレンジとかしてパシって止めても可愛いですよね。でもなんか普通にこうやって止めるだけでも結構しっかり止まります。ゴムとかで結んでないけどしっかり結構止まってます。あの前からね見た時はちょっと後ろに可愛いのつけてても見えないんだけど、でもまあ後ろからこうね見た時にちょっとこう可愛いのねつけてるといい感じじゃない。後ろはねこういう感じでここでこう止めるタイプなんですけど、しっかりしてますね。次も同じお花の柄なんですけど、みっちゃん可愛くないですか。これもこれゴムになってて、でここの部分がカッとできるんですよ。こうやってゴムを隠す感じのやつですね。例えば高めの位置のポニーテールとかだとこういう感じになっちゃって、なんか何だろう、カムリみたいな感じになっちゃうから、そういう高めの位置でこう結ぶ時用ではないかなと思うんですけど、ちょっと手ぐしで雑だけどやってみるね。私ねポニーテール系全然しないんですよね。オレンジメイクの時も久しぶりにポニーテールしたけど、家だと一つにこうやって結んでるけど、なかなかなんか動画でもそうだけど外でまず結んでいくことも全然しないな。でも楽だよねこのタイプのこういうゴムのやつは。やったことない、初めて。3個ぐらいはいきたい。できたかな、もうボサボサはい、こんな感じです。できてる？確認してくれる人がいないよできてんのかな。でもなんとなくなんかできてる感じはする。なんかここボサボサだわ。位置がさどの辺だと可愛いんだろう。このぐらいかな。あんまり高くてもこの分なんかこう髪立っちゃうからこのぐらいがいいかな。こう低めのね位置で結ぶ時もこうゴムの部分止める部分が可愛らしくなってると、一気になんかこうさ後ろからしかまあ全部見えないやつなんだけど可愛いですよね。なんか普通にこう結んでるとシンプルな感じだけど、なんか一つついてるだけですごくこう違って見えますよね。さっきのバレッタもそうだったけど、これもゴムが太めでちょっとしっかりしてるし、私はね3回ぐらいで結べました。3回目はね結構無理やりっていうかきつかったけどでもねいけました。止めるとこもね結構しっかりしてます。かわいい。このバレッタは他のアレンジにもいろいろ使ってみたいし、こっちのなんかゴムのやつは私まだちょっと使い方下手っぴだったからもうちょっと練習したいな。いつでもねアクセ系買ったの初めてなんですけど、なんかねいろいろかわいいの売ってましたね。あとねラストいつでもね
セーラームーンのフリクションのボールペンです。私セーラームーンは再放送でめっちゃ見てた人なんですけど、いつでもってなんか結構コロコロキャラクターとコラボするじゃないですか。でなんかたまたま見つけて買っちゃいました。3種類ぐらいあったんだけど、やっぱみんな揃ってるのがいいかなって思ってこれにしました。てかこのフリクションの私3色ボールペンめちゃくちゃ好きで、普通のタイプも持ってる。これもう1本家にあるし、このボールペンはもともとすごい好きだし、セーラームーンが可愛かったんで買いました。スケジュール帳につけてるボールペンもいつもこれなんですけど、こっちにしよう。フリクションのボールペンってめっちゃ書きやすいし、間違えた時に消せるからいいけど、なんかインクの減りがちょっと早いなって思うんですよね。私だけかな。いつでもの購入品はこれで以上なんですが、次にですね、じゃじゃん、ジェラピケの購入品を紹介したいと思います。ジェラピケで新しいルームウェアを欲しいなと思ってて、でネットでね見てたらカタログのなんかページがあって、でそこでピンクのなんかルームウェアページみたいなのがあって、私それ見た瞬間に欲しいと思ったんですけど、なんか予約だったんだよね。で私予約の日にちに夜ぐらいになったらやろうと思ってたら、もう1日ですぐ売り切れちゃって、予約がめっちゃ落ち込んでたんですけど、店舗にね入荷されて買ってきましたで今回その私が狙ってたピンクのルームウェアがいちごとアイスクリームとハートの3種類で、すごく悩んでいちごちゃんにしました超可愛いんですよ。もうね夏仕様で、上が半袖でボタンのやつですね。こんな感じのいちごの柄で、ボタンがねまたこれ可愛いのがハートなんだよね。胸元のポケットがこんな風になってて、裾もひらひらで可愛いんですよ。パンツはこんな感じですね、ショートパンツ。じゃあ早速着てみたいと思います。じゃーん、来ました。涼しい。ほんとジェラピケって素材がめちゃくちゃいいから気持ちいい。なんかソフトな肌触りっていう感じ。私いちごのルームウェアはジェラピケでロンパースも持ってたけど、それとは全然また違うデザインだね。それはしかもサテンっぽい感じの生地だったし、なんか涼しいし気持ちいい。はい、というわけでジェラピケではこの1着を買いました。お気に入りです。というわけでね、ジェラピケといつでもでアクセサリーの購入品紹介の動画でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。なんか本当に気持ちいいし、めちゃくちゃ涼しくて快適にね寝れそうです。